第2章平治はそこからすぐ金沢チョボの平野屋へ行ったことは言うまでもありません今までに調べたところではお園を殺しうる機会を持った者は浪人網星歌五郎でなければ平野屋の若旦那金之助でなければ投げ節しの小三郎のほかにはないことになります平野屋は地主で家く持ちで はいはいの金持ちですが先代が亡くなってからは若旦那の金之助は手綱のない若駒のようなもので母親のおはやの言うことなどは耳にも入れず放らの限りを尽くした上この半年ばかり前から踊りの師匠のお園とお歌の師匠のおくみを手に入れ江戸一番の色男のような気になって有頂天な日を暮らしていたのです。 どちらも金が目当てだったことは言うまでもありませんがそれでもおそのとおくみがつかみ合いの大さや宛てをするだけあって若旦那の金之助はなかなかの美男でもありました色白で面長で眉が薄くてひどくなで肩で下唇が突き出していささかたったらずでこう条件を並べただけで大方若旦那金之助の風貌は 想像がつくでしょう母親のお母屋はもてあました挙げ句親類中での褒め物の娘お夏という十苦になるのを娘分にしてもらい受け役が過ぎたら金之助と目合わせるつもりで朝夕の世話までさせることにしましたお夏は可憐でそそとして十分に美しい娘でしたが少年もなかなかにしっかりしており その上知恵もたくましく近頃は道楽者の金之助も次第にお夏の良さに引きずられる格好になってきましたでも一度女道楽の味を覚えた金之助は三重十都島の奥宮やお園の農園極まる魅力が忘れられず時々は発作的な情熱に駆られて二人のうちのどちらかに通う癖はやまなかったのです若旦那はいるかい 平次が店からぬっと入ると出会い頭の可愛らしい娘がひらりと奥へ姿を隠してしまいました金之助の言い名付けお夏というのでしょうもとよりちらりと見ただけですがこれは実に福いくたる乙女でした青い一重に赤い帯も印象的ですがそれよりもほの白く清らかな方やかすむ眉や少し怯えてはいたが 聡明らしい目がとっさの間ながら平治に素晴らしい印象を与えてくれたのですおや銭形の親分まあどうぞなどとお夏と入れ替わりに出てきた若旦那金之助は女妻がありません足の用向きはお差しだろうがね若旦那隣町付き合いでじって取り縄の手前はあるにしても平治にも 少しは遠慮があります、ええ、お前さんはあの大雨の中でずぶ濡れになってお園の内へ行き間もなく雨の中へ飛び出したということだがそこですよ銭形の親分乾いたものと着替えてさて落ち着いて考えてみると黙っていた私が悪かったと思いますやはりこれは銭形の親分にでも申し上げて 良い知恵を拝借するのが本当だったとようやく悟りました「そらどういうわけで私はお園の死骸を見て驚いて飛び出したのですよ」「平次は黙って先を促しました何もかも見通しているような態度です」「初めから順序を立てて申しましょう」「私はあの時明神様へ行っておりました空模様が怪しくなったので 大急ぎで帰ろうとすると鳥居をくぐった頃からもう土砂降りでお台所町へ降りた時は先の見通しもつかないほどの大雨ですその上にあの大雷ですから日頃雷嫌いのお園がどうしていることかぐしょぬれの姿ですが雨宿り方々覗いてみる気になりました平次は黙って先を促します声をかけても返事はないし 少し心配になりましたのでざっと入り口の雑巾で足を拭いて濡れてポトポトしずくの垂れるまま奥へ入ってみると金之助はその時の凄まじさを思い出したらしくごくりと固唾を飲みました「おそなは血だらけになって死んでいるじゃありませんか」「その時はもう夢中で息が通っているかどうか見定めるいとまも,もありません」「白状なようですが」 追っかけられるような心持ちで大雨の中に飛び出し、無が夢中で家に戻りましたが、お園の寝ているのを部屋の外から覗いたんだね。そうなんです。からかを開けるとたった一目であの姿が見えました。部屋へも減らず、向こう側の雨戸の開いていた縁側へも回らなかったことだろうな。それどころではございません。一目見て四つん這いになるようにして元の入り口へ戻りました。 どうしてそれを今まで人に話さなかったんだ私は怖かったんですよ親分。若旦那金之助はその時のことを思い出すと歯の根も合わない心持ちになるのでした。くせ者は裏の方の縁側から入って後ろ向きになって寝ているお園を差し殺し元の縁側から外へ出ているおめさんは入り口の格子を開けて入って。 廊下からからかみを開けて中の死骸を見、肝をつぶして元の入り口に戻った。裏と表の二つの足跡は、部屋の入り口から死骸のところまで縁が切れている。お前さんは表から入って、表から出たことは、見ていたものがあって確かだから、お園を殺したのは他のものということになるんだ。畳の上をひどく濡らした足跡が、 おめえさんの命をくってくれたよ、若旦那。平次は自分へ言い聞かせるようにこう言い切るのでした「私の言うことに間違いはありません。ねえ親分もう一度言ってみてくださいな」若旦那金之助は重荷を下ろした心持ちでひどくはしゃぐのです「いやそんなことに見落としがあるもんか一応は見ておいたがいずれ乾くまでには間があるだろう」。 もう一度誰かに見せておくとしようよところでその時裏の縁側の方に何にも見えなかったのかな慌てていたんで何にも見えませんよでも日差しのあたりにちらりとしたものを見たような気もしますがそれはしかし甚だ頼りない証拠です取り込み忘れた星し物かもしれず雨に驚いて飛び込んだ小鳥だったかもしれないのですところで 若旦那はお園とおくと二人の師匠にちやほやされていたということだが面目次第もございません。今でもなんかあの二人に引っかかりがあったのかな。私はもうあんな女たちに関わり合うのをこりごりしておりました。それがどうしてお園のところへ寄る気になったんだ雨宿りで場所のより嫌いは言っていられませんでした。それに お園は恐ろしく雷が嫌いだったのでふと覗いてやろうという気になったんですお久はあれは雷を好きではなかったにしてもそのほどは怖がらなかったようですると若旦那はあの2人の女と手を切っていたのかい,いえ改めて手を切るとなるとまた人騒ぎですから別にそういったわけではありません蛇の半殺しでぐずぐずに 二人女から遠ざかって良い子になろうという金之助の態度に潔癖な平次はちょっと胸を悪くしました第三章遊びくたびれた若旦那の金之助は二人の年間女に遠ざかってあの新鮮で清潔で福井くたる魅力の持ち主お夏に興味を持っていることは事実で二人の師匠がさやあて筋で 喧嘩をしたとしたら、貧之助にとってそれはまことに迷惑千万なことだったに違いありません。平次は平野矢を切り上げて、店口から出ようとして、何心なく振り返りました。店の連がパラリと動いて、慌てて姿を隠した女。それはお夏が心配して、二人の話を聞いていたのでしょう。白い額と赤い唇だけが、 平治の目に美しい残像として残ります次は同じ金沢町の浪人阿保氏歌五郎の家へと思いましたがふと八五郎のことが気になってもう一度お台所町に引き返して奥見の家を覗いてみる気になりましたお園の家とは隣路地の背中合わせで急像の舞台はその間に挟まって 空き地を塞いでいるのです平次は狭い路地を入って行くとちくしょうひどいことしやがる飛び出してきた八五郎と鉢合わせしたように旗と会いましたどうした八ああ向こうもあれやしませんよこの通り八五郎の曲げから肩へかけてひどく濡れているではありませんか夕立はこ時も目に上がったはずだが水をぶっかけられたんですよ とんでもねえ女だ。犬がつるんだんじゃねえよ。そこで単価を切ったって物笑いになるだけだよ。どうしたと言うんだ親分の言いつけられた通り、お組の留守を狙ってあの家へ忍び込んでみましたよ。あの女の家の中に夕立でずぶ濡れになった着物がありゃ、まず間違いもなく、お園殺しの下手人だ。つい夕立の来る前までお園とつかみ合いをした女だ。 それくらいのことはあるにちげねえと思ったが、あったかありませんや。濡れた旅一足ありゃしません。だからあの女は気が強くなって、おそのの仏様の世話をして帰ると、風呂場にマグマがしている足を見つけて、いきなり手おけの水を一杯、頭からぶっかけて、泥棒はしでいでしょう。そいつは大荒れだ。あれごっちゃありませんや。頭から水をぶっかけられてごらんなさい。わかるな、ハチ。それからどうした あっしと気がつくと、あら、八五郎親分、すまなかったわねと気やがなる。その後がなおいけねえ。私に会いたいなら会いてえと、そう言ってくださればいいのに。まさか八五郎親分が、風呂場に隠れていると気がつかないから、水なんかぶっかけたじゃありませんか、なんて、舌を食った女じゃありませんか。でも、おくのうちに、濡れた着物が一面もねえとわかりやそれでいいんだよ。 あの大湯たちの中でお園を殺して逃げた者は間違いもなくずぶぬれになっているはずだ。もっとも白ちりめんの湯文字が一名風呂場のたらいにつけておりましたよ。それぐらいのことはあるだろう。あの年でいじりめんでねえのがキザですね。などとまたたわいもない掛け合いになりそうです。ところで喧嘩の後でお組はどこを通って自分の家へ帰ったんだ あの女が言ってる通り、路地の突き当たりの軌道を開けて、大家の日差しの下を通してもらい、自分の家へ駆け込んで、早落ちって線香を炊いていたことには間違いありません。近所の週は、おくが大騒ぎをしながら、雨戸を閉める音も聞いたし、線香を一束ほどいぶして、長屋中を匂わせたことも、みんなよく知っていましたよ。八五郎の答えは、水も漏らしません。